もしもし。おはようって、寝起きの声だな。やっぱり、まだ寝ていたのか。今日は何の日か覚えているか？何かあったっけって。一緒に出かける約束をしたのを忘れたのか？お前な、その様子だと本当に忘れていたみたいだな。あ、おい、何を焦ってるんだ。今が待ち合わせの時間じゃないのかって？大丈夫だ。いいから落ち着け。落ち着いてよく時計を見てみろ。な、まだ時間じゃないだろ。なんで電話をかけてきたのかって？まさか昨日電話で起こしてほしいって言ったのも忘れているのか。はあ、やっぱりな。ほんとお前は時々抜けているな。これだから目が離せないんだ。怒るな。そこが可愛いとも思っているんだ。何を言ってるんだ。とにかくまだ時間はあるからゆっくり支度をしてこい。まったく、俺は楽しみすぎて早起きしたというのに、お前ってやつは。何も言ってない。気にするな。ん？朝から声が聞けて嬉しい。何を言ってるんだお前は。でもその、そう言ってもらえて嬉しい。お前が変なことを言うから早く会いたくなったじゃないか。私もって、あんまり可愛いことを言うな。とにかく後で会えるのを楽しみにしている。気をつけてくるんだぞ。それじゃ。おはよう。寝起きの声も可愛いな。朝から甘いこと言わないで。って時間通りに起きないお前が悪い。いいか、そうやっていつまでも寝てると夜寝つきが悪くなるんだぞ。こら、愛は一回。わかったら早く布団から出ろよ。あのな、声でバレバレだって。今寝っ転がって喋ってるだろう。ん？俺はもう着替えも終わったよ。いつもより早いんじゃないかって？もう一度ちゃんと時計を見なさい。だろ？あ、でも朝ごはんはしっかり食べること。いいな？な、何を笑ってるんだ？え？お母さんっぽいところは変わらないね。好きだよ。お母さんならこんなことしないだろ。そんなに怒るなって。彼氏を母親扱いするお前が悪いの。今日もいい天気だからお前も早く起きて支度しろよ。ただし寝ぼけてパジャマのまま出かけないように。
俺も出かける準備するから。また後でな。今日も朝一番にお前の声が聞けて嬉しかったよ。朝から恥ずかしいこと聞かしちゃったな。ごめん。あ、可愛いって。嬉しくないよ。それって褒めてるの？でも。あ、聞こえた。うん、ペコペコ。目が覚めた時に君が隣にいてくれて、美味しい朝ごはんがあると最高なんだけど。ところで、朝ごはん何食べたの？それ美味しそう。僕もそれにしよう。うん。ん？もう大丈夫。ちゃんと起きた。お腹も空いてるしね。電話してくれてありがとう。朝から声が聞けて幸せだよ。ところで、何か忘れてない？わからない？おはようのキスだよ。恥ずかしい。僕もさっき恥ずかしい思いしたから、今度は君の番。電話越しで我慢するから。ね。ありがとう。それじゃあお返し。起こしてくれてありがとう。痛い目覚めだったけど、最高の朝になった。お互い楽しい一日になるといいね。大好きだよ。それじゃ。Good morning! おはよう。ほら、起きろって。あれ、頭働いてない？なんだよ、ブツブツ言っちゃって。かわいいな。おい、もう起きないと遅れるぞ。あ、また寝ようとしてるな。こら、せっかく起こしてあげたんだから寝るなって。起きないと、今からそっち行って、おはようのチューしちゃうぞ、ぬがががー。え、もう起きた？本当に起きちゃった？ちょっと残念。おはようのチューしそびれたな。しょうがない。また今度の機会に、って。え、そんな機会ないって？ひどいな。でもまあ、ちゃんと起きられたならよかったよ。改めて、グッモーニン。今日のお目覚めはいかがかな？元気？スッキリ？今日も一日元気出していこう。あ、その前に。大好きだよ。今日も明日も明後日も、ずっとずっと大好きだからな。
急にどうしたのって？あのな、その時思った気持ちはその場ですぐに伝えていこうって今決めた。だから早速行ってみました。朝から大好きな君の声が聞けて幸せ気分だから。あれ、もうこんな時間？もうちょっと話したかったんだけど、君も準備とかあるだろ？だからそろそろ切るな。じゃあな。聞いてるって。その、ああ、そうだった。俺が起こしてくれって頼んだんだっけ。ああ、わかったって。切る。切る。ああ。お前な、いきなり耳元で大声出すなよ。は？俺の寝息が聞こえてきた？そりゃ悪かった。はいはい、起きますよ。いや、本当に起きるって。お前ってさ、押しに弱いくせに、時々すごい押しが強くなるよな。寝起きが悪い俺を起こせるのはお前だけだ。この先も、いつまでも俺を起こしてくれよな。責任重大だぜ。何せ俺は、お前以外に起こされる気はないからな。お前が起こしてくれなきゃ、一生寝たままだ。眠り姫みたいだね。あのな、それを言うなら眠り王子だろ。お姫様が起こしに来てくれるのを待ってんだからさ。その返事は任せていいってことだよな。頼もしくて安心した。ちゃんとキスで起こしてくれよ。キスで起きるかはお前次第だな。期待してるぞ。大丈夫、起こしに来たお前を襲ったりはしないから。なんてったって一応俺は紳士だからな。でもまあ、お前が襲ってくれって言うなら遠慮はしないけど。バカ、冗談だよ。そんなに照れるなよ。お前は可愛いな。ん？ああ、そうだな。お前も準備とかあるだろうし、そろそろ電話を。あ、待った！おはようのキス、まだだっただろ？そうかもな。まだ寝ぼけてんのかも。起こしてくれて、ありがとな。